こんにちは、えのき商店です。今日はロングローをご紹介したいと思います。こちらはですね、ウイスキースコッチ、キャンベルタウンというところで作られているウイスキーになります。キャンベルタウンのエリアで作られるモルトの特徴として塩気があるんですけれども、その塩気と、あとこちらロングローはですね、ピートタイプのモルトになりますので、だいたいね、PPM が50から55ということなので、ラフロイグぐらいかな、臭さとかそういった感じで言うと、そういった感じのモルトになります。でですね、様々な年数のものとか、様々なカスクタイプ、まあ、樽のタイプですね、のものをいろいろこう混ぜて作ってるので、なんかね、その配合の具合が絶妙らしいです。これでロングローもいろいろシリーズがあるようなんですけれども、こちらのね、この白いタイプから入っていくのがおすすめということです。ぜひね、これ蒸留所がスプリングバンクで、その系列がこのロングローなんですよね。なのでスプリングバンクが好きな方で、さらにピートが好きな方は、こちらのモルトぜひ飲んでみることをおすすめいたします。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。これ全部箱押しなんだよね。かっこいい。